何回繰り返すんだ私。ほんで次はそこのボール。あ、ガーディアンいらっしゃいますけど、ミニガーディアン。これ多分動きそうな感じよね、上に。んでここに、あ、これか。鎖ついとるけど、めっちゃぐるぐる、お、ん？逆？逆か。ぐるぐる巻きに、ちょっと待ってね。ちょっと、お、うん？そっちじゃなくって、こっち、こっちこっち、そう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 。ん？大丈夫？狙われてない私。狙われてない私。大丈夫？よし。んで？これ鎖ついとるってことはさ、あれじゃない？なんか届く範囲限られとるよね。まあ、でも、おぉ、びっくりした。めっちゃびっくりした。当たったらバチバチ、あ、ダメージ受けるんやね。なるほど。じゃあちょっと串焼き肉を。とりあえず、でもあっこまでは届くよね。ちゃんと。ちょ、待ってね。私が鎖に、私が鎖に当たらないように、ちょっとずつ動かして、柱で見えないぞ。こう、ん？え？届くよね。あ、あ、届いた届いた。オッケーオッケー。これで、へいへい。じゃあ、あとはそこにちょっと乗せて。よし。で、そこの、違う違う違う。そこのミニガーディアンたちがあれなんやけど、このボールは一体どこにやればいいの？とりあえずその辺のやっつけとくか、先に。ちょ、待ってね。撃たないで、撃たないで。すごい！すごい！おいし。お、かわしたよ、かわしたよ。かわしたっていうか、ちょっと壁っぽくなったよ。てか、下に落としたよね、いっぱい、多分、私。ん？あれ？どこ？あ、あった。古代のネジ。あれ？あと。ん？あ、あそこに流されよりやん。マジか。じゃあそのうちこっちに流れ着いてくる？水中では、宝箱あるけど。宝箱あるけど。ちょっとこれ取り上げとくね。よし。きっと中にはいいものが、古代のコア、古代のコアか。なるほどね。で、そこの、アイテムは取れないの。取れないのね。くそー。んで、これよ、これ。これは、さあ、どこに、この辺、おっ！え？え？これ渡れなくね？あ、どん？え、でも、あ、そっか、上の方に持ち上げたら渡れるんか。ちょ、待ってね、とりあえず、ん？あ、あそこに、ね、これは何？これ何の意味があるん？ちょ、待ってね。とりあえず、これやったら何かしら起こるはず。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。向こう、向こう。お、なんか開いた？なんか、え？あれ？何今の？閉じ、あれ？あ、置いたまんまじゃないといかんのか。ちょ、待ってね。とりあえずそこに置いといて。あ、宝箱！もともとここ開いてたじゃん。金ルピー、やったね、300ルピー。まあ、ここでね。大妖精に奪われた分を、ちょっとでも取り戻さんとね。で、最終的にここに置けばいいってことかな。じゃあちょっと、さあ、回収、あれ？取れてないぞ。へい。回収。ほい、そして、はい。あれ？ほい。これで？あ、歯車動き出した歯車。んで？
あの向こう側になんかおったけど、とりあえずこっちになんか、ん？あそこにもバチバチ。あ、これなんか、ん？下にも降りられそうやけど、このスイッチは？はぁ、あ。ここを踏むとなんかあれが動く。てかさっきのさ、向こうの歯車が動いたことによって何が変わったの？それがわからんけど。あ、ここを踏むの、お、あ、ちょうどいいところで止めろってことこれ。ね、一瞬バチ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 ってなるよね、なんかあれ。なるほど。あれ、え、どうやって止めるの？え、どう止めればいいんだ、これ。難しくね？一応さ、この一番左端のやつは、普通にしとけば、繋がるっぽいけど、ここを止めたら多分、なんかその辺のね、扉が開いたりとかするんやろうけど、どうやればいいんだ。難しき。難しくね。ほら、あの一瞬を切り取って、どうやればいいんだ？一つしか繋がらねえ。もうちょっと、止まらん、おーっと。落ちたよ。え、これ、向こう側に渡っていたところだよね。向こう側渡れる場所ねえし。え？どういうこと？ん？ここ、多分開けんといかんのやけど。え？どうなの？なんかこの辺他に、なんもないよね。こっちで使ったものを向こうに持っていくとかいうことは、この辺のボールとか。あ、歯車止まった。あ、閉まりましたね。あ、これを持っていけないのか。え？ねえ、扉閉じる。扉閉じる。開いたよ。開いたけど、ちょ待って、これ、手で直接持って、はい、おっ。このボールを近づけたらダメなの。このボールに反応してるよね、多分。この辺から、ヘイ。あ、やっぱりほら、拒絶される。投げ入れることも無理なの。それをこっちに持ってくんじゃねえよってなっとるってことは、やっぱここに置くしかないってことよね。これでずっと開きっぱなしになるんやね。この辺別に何も動かんし、他。どうすればいいの？なんか今までに使ったものをやっぱ向こうに持っていくっていうことなんじゃない？今までだってね、なんか、宝箱とかこの、応用というか、宝箱とか、再び使ったりすることができたりとかね、したけん。ここがさ、この、なんていうん、この羽橋みたいな、ここが持ち上がる仕組みは何も別に関係ないの？とりあえずちょっと。はいはい。この宝箱を使ってなんかできたりとかせんの？これを使ってなんかね使えるんかわからんけど、あの石を食い止めるみたいな。さささ、この辺に。この辺？この辺。はい。え宝箱超動かされるし。どういうことよ。
超無意味なんですけど。どういう、ここ飛び立って、こう、うん、ダメージ。自分が押していくとか支えるとかいうこともできないね。これも降りるしかないんか。どういう。じゃあなんだ、どうなんだ、難しいぞ。あの宝箱じゃ支えれんっぽいし。ん？あ！そこに動かせるやつあるじゃん。なるほど、そういうことだ。こういうこと？これなら多分十分止まるんじゃない？あれ？あれ？え？あ、これで、こっち？この、お？あれ？手前には動かせんの？これ。え、でも手前、え？手前にはいけないのか。じゃあこう、あ、でもこれ、2箇所揃ったよね。2箇所揃って、あともう1個、あの一番最初のとこから持ってこいってことかな？そういうことかな？ね、一番最初にもブロックあったもんね。じゃあちょっと、多分、あ、最初のとこから1個、持ってくれば。これこれこれ。よし。ちょっと一つこっちへ。うん、ちょ。こっちこっちこっち。そう。あれ？はい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 。こっちこっち。難しいな、持ってくるの。持ってくるの難しいな。はい、こっちね。はい。こっちに、おう！ダメージ。どこ行くんだよ。体力もなくなるし。これ。こっち側に来てくれね。向こう側で止まる。お、来た。よし、これで、あー、潰される。お、ん？すり抜けるんかと思った、一瞬。ちょっと待って、一旦上に、登ってからの、下のあの岩を。さあ。あー。こっち向きで行けばいいか。お、来た。オッケー。じゃ、これを、これで進んでいくんやけど、めっちゃ重そう。どういう原理かわからんけど、超重そう。これは入れる？宝箱入れたけん、これも入れるか。オッケー、来た。さあさあ、持ってきたよ。これを、ああ。え？え？待って。待って。どういう状態になった？何かしら動いた音が。どうなったの？え？え、何？どうなった？どこ行ったの？あれ。あのボックスなくなったんだけど。あのボックスは、どこ行ったの？え、消えたんだけど。しかもあれ、元に戻ってるし。ちょ、待って。苦労して持ってきたのに消えたんだけど。ちょ、もう一回あれをね、取りに行くしかないよね。マジどういうことだよ。やべえ、ちょっとこれ拾っとくわ。古代のバネと古代のネジ。じゃあちょっとこれもう一個。大丈夫？これ開いたまま、ちゃんと。一回置けば開いたまま。ちょ、ほい。今度はちょっと落とさんように頑張るね。よし、来た。さっきよりは上手くなったはず。一旦ここに置きます。そして、自分が上に上がって、さあこれを取ります。オッケー。最初さ、なんかあの、アイスメーカーとか使えるんかなって思ったんやけど、それはまたなんか違う。水の部分とか別に関係なさそうやもんね。さ、これで、はい、持ってきました。さあ、落とさんように気をつけよう。
そしてこれを、一番端のところに動かしてくる、ここね。ここに動かしてくる。んで、この下にあったじゃねえか、今。せっかく取りに戻ったのに。せっかく取りに戻ったのにあったわ。んで、これを、この、ん？え？え？え、え？落ちたよね。落ちたよね。どういうこと？これを、これを、これ以上動かせんのよね。でも真ん中の部分がこれじゃちょっと合わんわけやんか。これをもうちょっとこっちに、あれ？ん？微妙にずれとんよね。これであそこ、端は繋がったやんか、左端。で、ここにやると、ほら、右端も繋がるわけよ。あと真ん中だけなんやけどなぁ。真ん中だけなんやけど、ちょっとあそこの、あそこに落ちてる箱を取るしかないか？怖い。私がまた押しつぶされる。で、ちょっとそこの箱を、はい。へへへへい。はい、持ち上げて、ん？持ち上げて、近寄って、おぉ。え、てか、ちっさ。え、ちっさ、こんなん？え、これで押しとどめられます。あ、ギリギリ止まった。ギリなんか止まったわ。じゃ、この方法で、もう一個これ使ったとしたら、二個分の重さならいけるんじゃないの？どうなの？はい、引き上げて。あー、待って、もう一個が落ちたって。どういうこと？あ、でもここ、ここ、ちょ、見えない見えない見えない。あっこの部分に置いたらなんか微妙に止まったけど。ちょ、待って、はい、これもう一個。釣り上げます。これを使うわけじゃないんかな？なんかちょっとよくわからんくなってきたけど。とりあえずちょっと一旦上に。上がって。一旦とりあえず上に戻って、やっぱ繋がってない。繋がってはないね。繋がってはないね。あともうちょっとなんやけどなぁ。あの真ん中だっけ。あれ？なんかそこの岩の、止まってるね。あ、こう分かれるんや。へぇ、なんどうすればいいんやろ。結局どうすればいいんやろ。わかんねえ。でもあのボックス使うんじゃないんかな。あ、下にちょっと落ちたわ。下にちょっと落ちたわ。これ、これは、これは、これちょっと、あー、落とした、もう一個の方。落としたよ。ちょ、拾って拾って。あ！自分が落ちる。ちょ、待って。何回繰り返すんだ、私。うん？びっくりした。なんか引っかかった？溺れたんかと思った、一瞬。なんだ、やってることはあったんかな？とりあえず難しいんだけど。とりあえず難しいんだけど、あれをちょっと拾うね。ん？届かねえ。あ！ん？拾いた拾いた拾いた。あ、よかったよかった。はい、これで引っ張り上げての、こっちに、上に置くやろ？あ！何回も落ちるよ、私。ギリギリんところやけん。ギリギリのところでずっと作業してるから。さあ、これで、これで、これをそこに動かして、
あと一箇所。うんうんうん。これであの二箇所が。で、あとはやっぱりこの二つを使って真ん中を止めるしかないよね。これをちょっと、へい、ここに、この辺にちょっと一個置いてみて、んで、え?いや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 、置けませんけど。その辺に一個置いて、んで、これも、あー、うわー、めっちゃなぎ払ったー。雑か。超雑か。やべえ、ちょっと待って、まずはこれなの。まずは、これをちょっと、はい、動かします。まず、ちょ、これをこうね、しとくやろ。んで、そこの、ちっこい箱たちを、こう、ここに、あれあれあ、いける?あ、もしや。あ、これいけるんじゃない?大丈夫?どう?お!いけた?あ!いけた!おっしゃ、オッケー!あ、いた、あいた、あいた、あいた。ふぅー。んーで、なんかそこの、なんかそこの、歯車。この歯、あ!宝箱あるやん。さあ、中身は、サファイア。ゲットー。んで、この歯車を一体どこにはめるの?多分、あ、多分こっち側の、あれやんね。ほい、来たー。この部分。さあ、それじゃあここに。これでオッケー。やっとー。やっとクリアー。やべー、さあ、たどり着いたよ。たどり着いたよ。二回言う。ふぅ、ちょっと長かった。ちょっとだけ長かったかな。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、孫をことなき勇者。今こそ、女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。やったね。これで何個目やっけ ?5 個目?そんなあったっけ?わかんねえ。やったねー。克服の証ゲットー。あ、6個か。6個あるんや。これで我が役目は終わる。女神ハイリアルカウがあらんことを。いやー、久々のホコラクリア。これでここまでは、気軽にワープできるようになったわけやね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。